MG 小太郎とエール正野、笑う角にはグリーンズ。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日もあれですかね、七さん大丈夫ですか？体調は大丈夫です。もう絶好調です。絶好調ですか？絶好調に寝起きですね。あ、最高のコンディションですね。絶好調に寝起き。このオンライン収録になってから本当に直前まで寝てるってことあるからね。はいはい、本当に。そうです。まあすごいのはそれで起きるのがすごいですよね。そのまあ今日はね、マーサ君が、はいはい、とっておきの話があるということで安心して、ね。望んでますが。なるほど。とっておきの話とは一言も言ってないですけど、ちなみに僕。まあでも、すごく面白い話というか。面白い話。言っちゃっていいんですね、面白いと。いや、あんまり面白くない話なんですけど。それあんまり面白くない話よ。あんまり面白くない人もいるかもしれない話です。うん、個人的にはすごい興味深い話。興味深い話ですね。はい、面白いと言うとちょっとあれなんでね。はい、ですけど、ラジオを結構聞くんですよ、いろんな人のラジオ。うん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 、で、お笑いの人とかももちろん、オールナイトニッポンとかも結構好きで、うん、聞くんですけど、うん、オードリーのオールナイトニッポンってもう10年以上やってる、うん。ね、俺、はい、武道館見に行ったもん。あ、ね、そうそう、うん。あれは伝説の武道館で、ね、うん、まあ、今、うちの洋次郎がワンって言ったんですけど。で、すごく勢いあるワンだね。勢いあるワンです、今ね。なんか、何かに警戒してるワンだね。何かに警戒してるワンですね。うん。音声のみの参加ですけども、うん、で好きで聞いてて、でこの間、まあ、毎週聞いてるんですけど、この間、うん、若林さんのある話を動画のテッドってあるじゃないですか。うんうんうん、なんていうんですか、あれはプレゼンっていうんですかね。うん、なんかね、いろんな人がそうそう発表する、いろんなことする番組、いろんな人がいろんなことしちゃってそれ大体みんなそうです。合ってる。どのコンテンツも、どのコンテンツも大体そうですけどね、いろんな人がいろんなことするってオールジャンルです、それ。テッドもその中の一つなんですけど、うん、そのテッド、若林さんがすごく好きな、うん、テッドの回があるんですよ。で、それ今すごく一番好きだって言ってて、その編集のラジオで言ってたんですけど、まさ君もね、テッド出るの夢だって言ってた、ね、そうですかね。今からその夢にします、ね、うん、今から急に夢変わりました。で、テッドでその海外の方のやつだったんですけど、僕それ見たんですよ。うんうんうん、そしたら本当に、わ、こ3分の、今 YouTube でももしかしたら見れるのかな、うん、?3 分間の動画だったんですけど、うん、めちゃくちゃなんか人生のエッセンスというか、うん、入ってるなと思ったので、ちょっとその内容を紹介したくて。うんうん、で、3分で。そう、動画自体が、まあその、すごいね、そのタイトルがあって、うん、ムーブメントの起こし方というタイトルのやつで、ムーブメントの起こし方、テッドで探すと出てくると思います。うん、で、それはですね、まず、そのプレゼンする方は、ある記録の、ある記録映像を見てくださいっていうところから始まるんですけど、うんうん、で、その映像がスクリーンに映されて、その映像の中では、ある男性が、一人で、パンツ一丁で変な踊りをしてるんですよ。うんうん、で、野原で、人が大勢いる中で、うん、なんかこう、野原っていうかね、自然の中で、うん、なんか一人だけ、まさくんがよく休日やってるやつだね。そうです。よく今まで捕まらないに来てくれたなと思うくらい。よく見かける光景だな。あ、そうそう。あまり話しかけられないやつですね。うん、見かける場合に。そうそういうことにしておきましょうか。で、裸踊り、まあ、いわゆる裸踊りみたいな、全裸ではないんですけど、うん、一人でこう変な踊りをしてるんですよ。で、うん、やっぱり最初は笑い者になって、みんながそれ見て、なんだあれやってなってるんですけど、うん、その人が踊っていくうちに、そのうち、だんだんそのうち、最初のフォロワーが一人現れるんですね、うんうん。それを見て、一緒に踊る人が現れて、うん、で、やがて二人になって、三人になって、うん、それが大勢の人が、いつの間にかそのみんなで、裸にはならないけど踊り始めるみたいな、うんうんうん。人が二人以上集まれば話題になると、うん。で、話題になってきて、その一緒に踊ってるフォロワーたちがリーダーの手本となるので、このフォロワーの役割がすごく重要ですという話になって、うん、どん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 そうやって人が増えて、1人、2人、3人と10人と増えていって、みんな踊り始めたここがムーブメントになる転換点ですっていう話を。なるほどね。で、人が増えるとリスクが低くなるので、笑われたりするとかっていうのがなくなるので、周りの人がためらう理由がなくなるんですよね。うん、で一緒に踊っても目立たないし、笑われないし、むしろ踊らない方が目立っちゃって乗り遅れちゃって、うん、逆にダサいよねみたいになっちゃうので、うん、どん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 いろんな人がもう40人50人と参加してって、うん、こうやってムーブメントが起こるんですよっていうことをまず説明してくれるんですけども、うん、でその後半の方では
でこの映像を見て何が大事かっていうこと、何が教訓として言えるかっていうことを教えてくれるんですけども、うん、あのまずリーダーという立ち位置、もしあなたがもし最初に踊り始める人ならば、うん、最初の初期のフォロワーを対等に扱う大切さを覚えておいてくださいっていうのが、うん、あのリーダーになる人 の大事なことだよって。でももっと大事なことがあって、ここで言いたいのはリーダーシップが全てではないよっていうこと、うん、でこのムーブメントの真の立役者は最初のフォロワーですと、うん、で大切なのはフォロワーとしてお手本になるということがこの動画の映像の最大の教訓ですと、うん、でなので皆さんも志の高い変人の最初の仲間になってあげてくださいと、それがムーブメントになりますっていう風なので、この動画はそのテッドは終わるんですけども、うん、なんかこれってすごく応援する人の大切さというか、うん、すごく表れてるなと思ったし、リーダーにはならなくても応援することはできるじゃないですか。なるほどなるほど、そう、うん、で誰かをバカにするんじゃなくて、うん、その最初のフォロワーになってあげるっていうことは、うん、ムーブメントのきっかけになって世界を変えるかもしれないってことだと思うんですよね。なるほどね。で最初は多分大きいそんなこと言ってっていうバカにされたとしても、たった一人の応援者がいることでそれが世界を変えることになるっていうような可能性を示してくれるなと思ったんですよね。まあ、一言で言うとあれかな、はい、これ聞いてる人たちはグリーンズを応援しなさいと花瀬君が伝えたいことは、今日は羊さんなら多分そう言うと思いました羊さんならそう言ってくれると思いました多分そういうことかな、分かりやすく言うとそういうことを暗ににじませたっていう話ですではないんですけども、何が言いたかったって、予宿とかでも、うん、当てはまるなと思ったんですよね。予宿だったり、うん、マナユイだったり、予宿、うん、だったら予宿インタビューで聞く人がフォロワーになれるし、うん、それなんか大きな夢を叶えることは時間とかいろんなことが必要かもしれないけど、うん、誰かの夢の最初の人の共鳴者になるっていうことは、うん、すぐにでもできることなので、そうやってリーダーでありつつフォロワーでもある、うん、応援者でもなれるっていう世界っていうのは、うん、すごくなんかね、未来の兆しというか、これからの時代にすごく必要なことなのかな、うん、確かにね、陽次郎くんも今激しくワンワンうなずいてるもんね本当にそうですね、本当にもう俺の相手その通りだって、俺のフォロワーですねみたいな感じで陽次郎くんまあね、そういう意味ではね、まさくんはね、僕は作家翡翠小太郎として一番最初にやったイベントでね、はい、出会ってね、うん、で一緒になんか最初はフォロワーになってくれて今一緒にねやってて、うん、いや本当ですね、ありがたいです、うん、めっちゃそれは。まあ、まさにその、うん、あれかな、その、うん、まさくんの姿勢がそのまま現れてるような話だったから余計共感もあったのかな、うん、それも今思っとあったのかもしれないしね、うん、であとなんだろうな、そのなんか今言おうとしたけど、そのリーダーにもなんだろうな、なんていうかチャレンジする勇気にもなるというか、なんかすごく、うん、みんながどの場面でもリーダーである必要はないとは思うんですけども、いろんな場面で自分が主役になる瞬間というのも多分絶対一人一人があると思うんですよね、うん、その翡翠さんだった作家とか講演家とかっていう立場での、うん、トップランカーっていうような形で、うん、なんかみんながそれぞれの活躍できる役割みたいなのがあると思うんで、そういう場面でなんかすごく勇気にもなるかなと思ったし、うん、逆に言って勇気を与えることでもできるんだなっていうこともなるし、なんか両方の面で、うん、すごく響いたなと思って。なるほどな。ぜひこの動画のリンクをちょっと概要欄に。ああね、見たいね。そう、ぜひ見てほしいですね。3分ぐらいなので。うん。うん、そうそう。なのでちょっとその話も。まさくんは結構毎週ラジオ聞いてるのね。毎週、毎日聞いてますね。毎日ラジオ聞いてるの？今僕必ず聞くのはね、10本ぐらいありますね。だから結構、はい、やっぱり毎日配信にこだわってるのもそういうところがあるのかな。まあ、聞いてるし毎日届けたいっていう毎日まさくんの思いが、ね、毎日なんかでも毎日届けたいっていうのはなんか重ねていくことで聞いてくれる人の声が届いてそれが喜びになってみたいなのは、うん、ありますね、すごく、うん、ラジオはもうまさくんは最近は どうなんですか、どんなことをしたいんですか。急に話が変わりましたね急に話が変わりました、ね、どんなことどんな風になっていきたいですか。どんな風に個人としてって、うん、グリーンズ、グリーンズ。グリーンズとして。うん。グリーンズとしてね、どうなって、どんな風になっていきたいですか。
まあ、でもなんか僕が今思うのは、うん、今これ初めて言うことですけど、うん、1000回は目指してみたいなって気持ちが出てきましたね。まだ1000回、今何回だっけね。今560とか70。500、あ、じゃあ500は超えてます。あ、500超えてるのね。560ぐらいです。じゃあ1000回って、とりあえず1000回行くのってなんか、はい、そんなになんか、うん、イメージつくことじゃない？いや、ひそひさんにとってはそうかもしれないですけど、僕にとっては毎、ね、1000日ずっと毎日続くかどうか置いといて、はいはい、うん、ね、やめなければ1000回は行くからね。なるほどね、まあ、シンプルですね。途中でね、はい、毎日配信じゃなくなるかもしれないけど、とりあえずやめなければ1000回行くから、はいはいはい、でもう半分まで行ってるからね、うん、そう、1000回やってみたい。回数を別に目指してたわけではないんですけど、うん、なんか一つ執着はしないんですけど、その、うん、まあ一回一回積み重ねた先に1000が近づいてたらいいかなっていうのは一つあるかなっていうのはあって、うん、なんかそれは僕が何だろう、今まで意識意図的に取り組んできたことで、うん、500日以上続けてきたこと多分ないんですよね、その意識を、うんうん、毎日で、うん、それを何だろうな、一緒に録音収録してるし、うん、まあ、主にね、七里さんに喋っていただいてるっていうのはあるんですけど、僕が配信ボタンを僕押してるっていうのがね、すごくね、なんかすごく責任だ、いい意味の責任だったり、お役なんかこう、なんか力が、そうそう、力が湧くというか、うん、ここで諦めるわけにいかないって、なんかそういう原動力になったりするんですよね。なんか、うん、そういうのがあって、まあ、ひでさん大変だと思うんですけど、週9回ね、ラジオとかいろいろあってないですけど、1回目からは想像してなかった、やっぱり世界というかね、広がりが今、あるね、ああ、そう、そ、例えばどういうところを、まさくんが1回目から想像してなくていう、どういう変化を感じてる？それはまずその、いつも聞いてますって声がリアルにね、あったときに、ひとりさんのイベントとかでお会いしたときに、声をかけてくれる人がいたり、うん、あと、うん、まあ、ファンクラブっていう、その、Facebook 上でね、その、うん、ファンクラブっていうものがあったりとか、うん、なんかこうコメントとかでもお会いしたことない人なのかもしれないけど、毎日2人の声に癒されてますとか、うん、なんかそういうのが届いてきて、なんとなくその、まあ、特に今回最近で言うとコロナのことがあって、これこそ収録どうするかできるかどうかっていうのもちょっとわからないような状況になった時、うん、僕も本当にいろんな葛藤があって、うん、で応援っあったのね、葛藤があったのね。めちゃくちゃありましたよ。もう誰にも言えなかったですけど、もう本当に、うん、なんで言ってくれなかったの？まあ今の、あ、いや、その、いや、言うとだから、ひそりさんに重荷になっても嫌だなと思ったんだよね。あ、本当？変に負担になってほしくないっていうのもあって、まあ今の時ですけど、うん、いうのも今だとリモートでこう当たり前のようにやれるようになったじゃないですか。なんか、うん、でもやっぱりひそりさんのお家の話、お子さんとかも行って、うん、なんか家で収録って結構ハードル高いかなと思ったりとかして、で、私もやったことがなかったのでね、その音の感じとか分かんなくて、うん、最初はやっぱり戸惑い、やり方も工夫とか必要だったんですけど、うん、なんかいろいろ分からないことが多すぎて、うん、それでグリーンスの良さを届けられるのかとか、本当にいろんな葛藤があったの、めちゃくちゃあって、で、真面目だね、真面目ですよ、いいね、そこは情熱を持ってちょっと、やっぱりその俺とまさくん、その、はい、いい意味でも悪い意味でも真面目だからな。根はね、根がそうだ、根はね、はい、その真面目な人がふざけていきたいっていうのがグリーンズだよな。そうですね、一生懸命やってる、真面目にふざけてるっていうのがで、本当にそこはね、僕にとって大きな、それこそ転換点。なるほど。やっぱりそれで、でもじゃあどうしたいかってすごい考えたときに、うん、やっぱり世の中が不安な、まあ、今でも落ち着いたわけ、ちょっと落ち着いたと思うんですけど、うん、3月とか4月一番ピークなどと思うんですよね。その時に、うん、ただ僕らのこの許さが今一番必要なんじゃないかってすごく思ったんですよ、その時に。うん、この淡々と僕らがコロナのことがあっても変わらない温度感で届け続けることで、うん、なるほどね、何か世の中はどんどん変わっていくけど、うん、それでもやり方は変わってもね、コアは変わらずにグリーンズらしく、うんうん、届けていくっていうことが誰かの安心とか癒しにつながるんじゃない、だから今はやめられないなって思ったんですよ。ああ、そうなんだ。そういう思いで発信ボタンを押してたのね。そうなんですよね、そういうことがあって、 でも、うん、とはいっても翡翠さんも本当にそれこそ本業の作家としてのいろんな状況があるので、無理は
まあでもね、もう俺も最高傑作50冊書いたからね、もう。どんどん更新されていくと思いますけど、もういい加減、いい加減、いいっていう、満足してる部分もあるからね。まあ、まあ、とはいっても、やっぱり、それでも、やっぱり求められることはたくさんあると思うんですよね。で、そこって、翡翠さんの生活の、ご家族の生活にも関わるところなのでね、すごく、そこに支障を来すわけにもいかないなっていうのもあるので、それで思って、でも基本は翡翠さんの声を届けるためにはどうしたらいいかっていうスタンスだったんですね。まあ、その声を楽しみにみんな待ってるので。いや、そんな、もう、はい、ふざけていこうか。ふざけていこう。でも、そこで、でも、僕が変わったのは、その、何が何でも届けたいと思ったら、もう最悪一人でもやるって企画も決まった。ああ、いいね。ああ、まさくん一人でやるのも聞いてみたいな。いや、リスナーにならないで。リスナーにならないで、それ。安心しないで、そこで。ちょっと何日か聞いてみたいな、まさくん。いや、その、期間限定だったら、要は、ごめん、ひつぎさん、今、そう最新作で忙しいのでとか、1週間ぐらい、例えば夏休みですとかっていうのあってもいいかなと思ったんですよ。うん。で、夏休みくれる制度。そうそうそう。ああ、いいね。あ、そう、で、それは夏休みくれる制度。でそうそういいの全然、ね、それでもグリーンチャンネルという、うん、いやまさかなんか一人で喋った方が意外と開花するって可能性あるからね。いやいやいや、その上でまた組むとさあ、なるほどね。そうそうそう、その上で、うん、いろんな葛藤が中で自分の中で芽生えたその覚悟っていうか、なるほどね、思いが固まったんですよね。なるほど。あ、まさくんの思いとしてはもう、はいはい、まだもあの全部大丈夫ですか。もうなんでまあとはいっても、その結果的に翡翠さんがね、そのリモートでやってくれたので、非常にありがたいなっていうところですね、そういう。ああ、いやいやいや、もうね、はい、まさくんとしては、グリーンズどうなってたら最高ですか。え、グリーンズ、もうめっちゃときめくやつ。めっちゃときめくやつですか。グリーンズでめっちゃときめく状況。いや、もうそれはもうめっちゃときめくで、もう全部度外視して言ったら、もうそれは武道館ですよね、本当に。武道館。うん。普段めっちゃときめく武道館でやったら、いや多分僕泣くと思いますね、多分。泣く、うんうん、多分始まる前泣くと思います、多分めっちゃ、うん、でもなんだろうな、武道館っていう場所に行ったことがないで、うん、あれだけど、うん、なんか一つそういうなんだろうな、目標に立てた、目標にしてたものがあってそこに立つっていう喜びみたいなの。なるほどね。まさくんはさ、うん、ちなみにグリーンズで武道館立ったとしたらさ、はいはい、なんその決まった時なんて言うの、ファンクラブのみんなに。あ、ファンクラブの皆さんですか。うん、多分文章でうまくまとまらないと、生配信か何かで突然、うん、何時何時に配信。じゃあそれをちょっと予祝してみよう、まさくん。あ、今やります、ここで。うん、予祝インタビューしてみる。ここでやりますか。多分長くなっちゃいましたけど、うん、いいですか。うん、グリーンズは、うん、だらだらやるのがグリーンズだと思うんだよ、ね、だらだらやるのがグリーンズだ。確かに、うん、僕らが一番発揮されるのはだらだらしてる。そう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 。なるほど、ね、うん、まあ、インタビューでね。いやー、マサさん、はい、武道館おめでとうございます。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです、本当に。どんな嬉しさなんですか、今は。いや、もうちょっと、今までちょっと、うん、信じられないですね、なんか。うん、いや、本当に、ああ、叶ったんだっていうか、叶った、うん、今、叶うんだ、まさにこの瞬間っていうかね、感じ。本当、それ、どんな喜び？もう、いや、なんか、嘘みたいというか、夢見心地こういうこと言うのかなみたいな。うん、夢見心地。ヨジロは何て言ってくれたの？ヨジロは、うん、ワン以外に。ワン以外に。ワン以外には何て言ってくれたの？ワン、キャンって言ってましたね。ワン、ワン、英語のキャンって意味で、できると思ってたよって意味での、キャンと言ってましたね。おそらくそういう意味があるんじゃないかと思います。はい、キャンって言ってくれたの？キャンって。You can. ワンとキャン、You can. 頑張ったね、You. You って頑張って言ったね。You って聞こえた気がしたね、僕に。あ、そう。オバマ大統領かなと思いましたけど。はい、はい、で、どうしてそのグリーンズ、それブレイクしたんですか、そんなに。まあ、なんか時間はかかったんですけど、うん、地道にやり続けて。200年くらいかかったのかな。200年くらいかかった気持ちではいますけど、僕何歳来たのかな、じゃあ。
逆に言う記録ですけどね。時間はかかったけど、はい、時間はかかったんですけど、うん、なんかでも地道にやっていくことでやっぱり。やって地道なのね、コツコツね。そうそう、やってた。やっぱり新潟県民と青森県民ってさ、地味にやるの超得意だよね。そうですね、もう冬を乗り越えるみたいな感じで。そうそうそう。地味にやること一番得意だよね。耐え忍ぶのが得意です、ね。そうそうそう。冬の時代が長かったっていう感じですね。明るくないけど地味にやるの、あの北陸と東北超得意だよね。得意ですね。冬にこそできることからみたいなのありますけど、うん、すごい得意よね。俺地味にコツコツやるの超得意。いや、まあ、ひすいさんのまさにそうですよね。もうそれでねっていうのはあります。でもなんだろうな、 それがまず一つあったし、あの なんか大きな何かっていうのはちょっと僕も振り返ったらそうなったっていうのはあるんですけど、うん、であと当時10代20代だった子が30代、うん、40代になって、うん、だいぶいっだいぶ時間かかったの。あの5年10年経ってあの、はい、当時、はい、当時聞いてた小学生が今や還暦を迎えてんじゃないか。還暦まで行かないですけど、200年あの時あんなに可愛かった子がもうおじさんになっちゃったみたいな。でもなんかね、すごく年このハマる世代が還暦お祝いかみたいなんじゃないだろうね。還暦お祝いの可能性はありますね。ちょっとまあ赤いちゃんちゃん子的な感じでちょっとね、うん、あれですけど、でもなんかこうだん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 広がってったっていうのがありますね。ああ、だんだんね。うん、あの、はいはい、その中で、はい、特に嬉しかったことってどういうこと？グリーンズ成長していく上で、うん、そうですね。なんか、うん、正直なんだろうな、500回、600回ぐらいの時って、うん、なんだろうな、僕、ちょっと前に出るのはちょっと怖いっていうのがやっぱりあったんですよね。その、あ、500回僕がやっぱり、前に出るのは怖い。なんか、聞いてくる人は、ひすいさんの声を楽しみに、ひすいさんの話を楽しみに。あ、そこに勘違いがあったね。そこに勘違いがあった。そこに勘違いがあったんだ。そこ勘違いしてたのね。勘違いというか、みんな、まさくんの、顔目当てで聞いてるだけだよね。それ聞いてるって言わないですよね。まあでも、やっぱり、そんな中で、たまに喋るときでも、やっぱり、どうしてもリアクションとか怖かったんですよね、正直。あ、そうなんだ、500回ぐらいまで。いや、それやってて、500回超えてもやっぱり。あ、随分怖さが続いたね。はい、やればやるほど、むしろ、あ、本当。聞く人が増えれば増えるほど、やっぱり、ひすいさんのっていうのが、やっぱり、いや、それね、はい、まあ、俺もね、まさくんとだけね、やってるラジオもね、はい、他にもやってるからね、はい、We Have a Dream とかね、名言ラジオセラピーとかあるから、はい、別に、もう、はい、俺の話を聞きたいっていうだけじゃないと思うよ、グリーンズは。いや、ね、なんか、うん、まあ、とは言ってもっていうのは、やっぱりどっかあったんですよね。で、やっぱり、そういう真面目なところがまさくんの人気だろうね。人気、でも、なんだろうな、なんか、でもそれがちょっと臨界点に達した時があって、うん、その怖さのピークみたいなのがあって、でもちょっと同時に翡翠さんばっかり喋らせてるのどうなんだっていう思いもどっか出てきて、うん、出てきて、うん、さらに言うともっと自分は独り立ちしていきたいって思いも出てきて、うん、結局は最後はね、やっぱりまさくんとしての自分が目立ちたいわけ、全部持ってくる美味しいところにね。そうそう、前回ね、漫画から紐解くその人の幸せの形で、ね、天才を踏み台にしていくっていう、ベックから紐解かれた最終的にはね、まさくんが全部持っていくっていうのが幸せの形だった。30回目ぐらいですね、ピーク。うん、まあ、そういう。わかりました。もうバレてますからね、リスナーさんに。潜在意識がね、そうなんですよね。ちょっとごぼう抜きしたかったかもしれない。まあでも、なんか、そういうやっぱりあったんですよ。葛藤、いろんな葛藤の中で、その中で、じゃあ、どうやったら聞いてもらえるかっていうのがね、ちゃんと知ってなかったんですよね。うんうんうん、どうやったら、マサの話でも良かったとか、うん、聞いて良かったと思えてもらえるかっていうのが、すごく真剣に、なんか考えるようになった伝え方っていうところですかね、すごく、うん、自分の感性にごまかさないっていうか、うん、なんかそういうふうにちゃんと考える、なんかいい意味で考えるようになったっていうのもまず一つ自分の中ではすごくあったなと思います、うんうん、でその中でやっぱひすいさんの負担も少しずつ減ってきて、なんかバランスが良くなってきて、うん、なんかその全国で地道に呼ばれることが多くなってっていうので、うん、ロビー活動じゃないですけどそういうので、うん、
なんか突然その FM 局のなんかご縁が芽生えたりとか、うん、なんか新しいジャンルのもう自己啓発というのがどんどんね、もうああグリーンズで2人で、あの FM 局に呼ばれたの、 FM 局の神奈川とか、 なんか埼玉とか、神奈川埼玉ね、東京はない、東京は呼ばれてないのかい、東京はその次でした東京東京はその次だ、はい、東京も呼ばれたのね、一応ね。東京も呼ばれました。あの東京呼ばれた。東京さんちょっとあれだったら、やっぱり、うん、あの地道にね、やっていく中で、うん、そのパーソナリティの方とのご縁もつながって、うん、それでなんか、なるほどね、新しい、なんかこう、自己啓発っぽくない感じが、うん、いいね、みたいな感じの、いう感じで、それでなんか、いろんな幅が広がっていったっていう、お茶の間の幅が広がっていった感じです。そんな感じですね、ポイントがあったとしたら。今日は結構まさかのね、はい、グリーンズの絵の思いが非常によくね、はい、出ていて、はい、うん、ありがとうございます、よかったんじゃないでしょうか、急に終わりましたね、よしか急に急に閉じたインタビューいや、ね、あともう一本撮らなきゃいけないっていう状況ですからね、確かにそうだ、僕も喋りすぎましたそうそうそう、忘れてました、これ結構緊急の収録だった、一応ね、冷静に冷静にあともう一本撮らなきゃいけないんだよなっていうのが分かっていたんだね、いや僕がちょっと言っときながら熱くなっちゃいましたけどありがとうございます。じゃあそんな感じで。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。というわけで MG 小太郎と A でまさの笑う門にはグリーンです。ありがとうございました。ありがとうございます。